今回紹介するのは本日成人式を迎えた女優の本田美優さんです。2004年6月1日生まれの18歳、京都府出身、女優とフィギュアスケート選手の二刀流で活躍している本田さん。5人兄弟の4番目に生まれ、兄1人、姉2人、妹が1人いらっしゃいます。3歳上の姉のマリンさんはフィギュアスケート選手として有名ですが、美優さん自身も 3歳からフィギュアスケートを始めています。女優業で忙しい今でも定期的にジュニア選手権に出場しており、現在はプリンスホテルの所属選手として選手権に出場されています。フィギュアスケートと女優業の両立について、美ゆさんはどちらかを嫌いになった場合には、どちらかではなく、両方やめると決めているそうです。女優業についてですが、幼少期より、 芸能事務所のテアトルアカデミーに在籍し、〇〇モリモリでおなじみの鈴木福くんと同じクラスでレッスンを受けていました。2008年、当時4歳の時にスタイルワンの CM で芸能界デビュー。2011年には家政婦の見たいの出演で人気を獲得し、2013年に芸能事務所オスカープロモーションに移籍。2015年に映画 ポプラの秋で初主演。2017年には、スペシャルドラマ、探偵少女アリサの事件後にて、ドラマ初主演をされています。その他にも、第99回、全国高等学校、サッカー選手権大会の、16代目、応援マネージャーを担当されたりするなど、マルチに活躍されていますね。そんな美ゆさんの恋愛事情ですが、初恋の相手は、なんと、6歳上の、 お兄さんの大地さん、今でもデレデレになってしまう姿は、微笑ましい限りです。結婚に関しては、25歳くらいに結婚したい、初めて付き合った人と結婚したい、と語っております。もし、まだ間に合うのであれば、立候補させていただきたいですね。そして、本田美優さんを語る上で外せないのが、SNS で話題になった、もう赤事件です。当時中学生の、 本田美優さんのトレーニング動画が投稿されたのですが、そのコメント欄に、もう赤ちゃん作れそうな体だね、というコメントが投稿されました。あまりにも気持ち悪いコメントに、ネットで大炎上。伝説の変態として、今も語り継がれています。そんな美優さんですが、2年前から、姉のマリンさん、妹のサラさんと一緒に YouTube 活動もしています。日常を切り取った、ほっこり、 もっこりできる動画になっていますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。マルチに活躍するホンダミユさんを、これからも応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、女優、モデル、アイドルの方々を紹介していきます。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いします。